これ円相と言ってます。円と人相、そうですね、丸い形という意味ですけど、はい、これで右の手は腰と、これがこの人を離してたので、ここでもう少し第三で大きく引きます。だいたい自分の引き穴の半分はここで引きます。第三で、このぐらい、はい、ここから、はい、ずっと引いていきますね。ちょっと